ルのネバギバ。かわいいとこあんな。え、しかもこれ超高くて2000円もしたんですけど、普通のスイカの上に貼ってんのこれ。そう、こういうのシール、コーヒープリンス1号店。すいません、こういうの。そうだ、コーヒープリンスの人だ。そう、こういう、こういう枚、こういう枚ゲット。なんでこういう枚って。あと何枚？あと4枚です。あら、終わっちゃうね。あ、デフォ背景これ。そう、デフォ。あー、おー、ま、え、 4以上じゃん。初めて見た。6だったらレインボートロフィーで、金トロフィーだったらそれ4以上。キリンで5以上。お前は4以上。うるせえし、うるせえし、うるせえし。うわ、嬉しい。私なんかトロフィーとか出たことがないからさ。え、てかマジで諦めなくてよかった。マジで移動しようとしましたよね。移動する？しません。うん、隣こっち行ってみる。行ってみます。諦めない。そうなるとあれだな、タナチューが4以上ならもう 動けないか。そうです。だからこっちが一発でトロフィー出なかったら危ないね。でも待って、なんか1回だけでさ、わからないですけど、剣王ボーナスってなんかありますよね。3が5が一応出やすいんだけど、ただ今のはタナチューの当たり方は姿勢チャンスで両方 V になっちゃったから、普通に当たって赤7が今度出てきたら、ええ、あれってなってくる。いや、七星チャンス両方 V なんて初めて見たわ。私も二度と見ることないんだろうな。いや、あれはないよ。だってそもそもさ、まず2個が選ばれてないとできないじゃん。で、2個が選ばれた上にそこであんなチャンス目引っ張ってきたからさ、あれは見事でした。鮮やか。待って、嬉しい。無理なんだけど。ねえ、鮮やかかな。嬉しい。待って、ものすごい嬉しい。鮮やか。おぞよく。顔がうるさい。え、顔がうるさい。どう、好き？赤7で300枚じゃ足りないよ。当たってもないくせに。よく言うわよ。やっぱりね、周りの人に感謝っていうのが大事だなって思った2021年だったの、私。あ、そうか。昨年は一人じゃ本当に何もできないんだなって思って。でも一人でも頑張ってるやん。屋台やったりとかさ、はい、おい、全部一人で行ってるでしょ。そうです、自家発電も一人でして。何さんやったっけ、お気に入りのマッサージ呼んだ、あれ以来。あれ以来紹介したじゃないですか。お店も URL 送りましたよね。送ってないよ。実は教えてもらってるみたいなやつやめろって。あと呼んでたじゃん。呼んでないわ。え、ゆたかさん言ってたもん、新活結構多かったって。あなたの臭かった、臭かったけど臭いの俺好きだから興奮するって言ってた。新活結構多かったって、すんげえパワーワードだな。あんた新活多そうな顔してるもん、すごく。なんかアメリカ人のさ、陰形みたいな顔してるわ。アメリカ人の陰形みたいな顔してるって、それ無理じゃない？鮮やか、とっても鮮やか。鮮やかな人、鮮やかゲンズブール。あ、俺チンカスを襲って初めて言いました。えー、本当？これから言ってやるよ。嫌だな、今後すぐ調子乗っちゃうから。来店とかでチンカスを襲うって言われるのかな。え、それってあなたのチャームポイントになりえますよね。あなたのチャームポイントがとても少ないから。あなただからチャームポイントって、私はなんか視聴者として見てた時だと、あなたはやっぱりそう、顔がかっこいいっていう印象しかなかったんだけど、二度気だ。いいじゃん、4だから当たるよ。最低4だからな。サミーさんと優しいのは、私はゴールドと多分あのブロンズが分からなかったと思うんだけど、下に文字でゴールドって書いてくれてた。昔書いてなかったよ。わ、優しい。でちょっと分かりにくいかなと思って書くんだ。あ、分からないのよ、私分からない。うわー、やっぱ高設定だぞ。それは直撃した。そう、二時直撃。それ二時で直撃した。自分の知ったことのように言ったな今。多分なんだけど、二時で多分これ AT 直撃。多分定格か通常にいたって言って。多分だけど定格か通常にいたのに AT 直撃したまま二時で。だから設定差がすごいあるところ。あ、待って、これすっごい設定差あります。そうだ、すごい設定差あるのこれ。だって私で自分のノートに書いてあるもん、設定差があるって。宿命じゃなくて直撃だからね。宿命じゃなくて直撃だからね。ごめんなさい、ノートには書いてないです。私のノートに書いてあるのは子役確率、設定差なし。ろくなこと書いてない。設定差ないとこ書いちゃってる。54ゲーム早かったな。よかった、持ちメダル54ゲーム投資変わらず。まあそうだよね。オッケーオッケー。いや、でかいなこれは。よかった。そう、それが欲しいんだよ。
こっちはもう4回2度聞いててまだ1回もないから、それがそれダメじゃない、うん、多分こっちダメだな。タナチューが出してもこっちでなくなっちゃうよこれ。炸裂目の確率覚えてる？9分の1。そうこれ炸裂目の確率が確か9分の1だったと思うんですね。だからそれいかに引けるかどうか、固めていくことが大事だから。固めで固めて、セリフ順なの？なんかすごいさ気合入ってるああっと見ときかもよそれ。違う、スイカ？これあスイカか、スイカか、おいごめんめちゃめちゃ喜ぶやん、この炸裂目でラオウじゃないからね今。でも嬉しいじゃないですか、うん、まあわかるよ。だ次は次のゲームよ、大事なのは。もう一回だぞ。そう、ああダメか。あ赤だ、うん、ダメージがでかい方。すいません大したことでもないのに。あでもこの今キャラカットインでケンシロウだったでしょ、青の方は激闘間近よ。だもう少し激闘いく。はい分かりました。おいタナチューじゃなくて田中の部分がめっちゃ出てる。すごくいいじゃん。あ、いったんじゃない、いったんじゃない。オーケー、うわー裸。そこまでとりあえず行きたいよね、激闘までね。裸。なんか私さ、あなたとの距離感を縮めたいという気持ちがすごい強い上に私空回りしてる。そんなことないよ、今日頑張ってるよ、すごい頑張ってる。だってさ、あなたさ、スロットのことだけじゃん。出してくれてるからありがたい。だスロットのことだけでしょ。あなたさ、私はさ、単純にスロットのさ、一つしか見てないよね。具体的に言ってないの分かんない、そんな抽象的なさ、もじ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 しなかった。一緒に遊ぼうよ。俺、小学生以来よ、一緒に遊ぼうよって言われたの。あ、おー、いった。あ、えらいやつ、それ投資行くんじゃない。いやー行ったね、気持ちいいな、これは気持ちいい。やってくれるな、タナチュー今日本当に嬉しい、役に立ってる。このカットインの時ってラウンド数が出る時、うわケンシロウからだ、初めて来た。もう勝ってると分かってたんだけど、闘神の時はね逆にね敵から始まった方が熱い。知らなかった。勝利が確定してるのに敵の攻撃じゃん。はい、このセットだけじゃなくて次のセットまで継続濃厚とかそういうのがあったりするの。チンコ触んなさっきから。あ、乳首がない。あ、本当だ、ない。 YouTube に適している。かつ知ってます、みんな北斗のキャラは VIO してるの。あ、確かに毛ないな。知ってた？いや、知らんかった。うわ、ベルトどこなんだろう。すごくベルトおしゃれじゃない？ルブタンみたいなベルトですよ。ルブタンのベルトをしてこれ、リーバイスの501。サンキューマートではないわよ。501にルブタンのベルト。あー、千正夫さんか。30ゲームだ。いや、ルブタンのベルトって言ったのは初めて聞いた。だからいちいち割とおしゃれですよね、うん、ケンシロウもこうやってね、ライダースベスト着てね。ライダースベストで腰でうまくまとめてるでしょ。スタイリストあれ。色使いもうまいしね。サウザーもほらだってさ、ウエスタンブーツみたいなの履いてるもん。萩原流さんばりの。すごいおしゃれ。あ、雨しが出た、ちょっと暑い。そうか、初当たりが早くてちょこちょこ出玉をあれにするっていうのもすごく嬉しいんだけど、単純に一撃でバンと出したいのよね。おー、シャツだ、直撃だ。よかった、チャンス目から。583ゲーム、投資が失敗しちゃった。1万7000円です。よし、行こう。赤引きてえなー。まあ、よし頑張ろう。サウザー15ゲームからジャッジが選ばれる確率って12-13%とかでしたっけ。モードで管理されてるのよ、一応対戦されてて、モードがね、F ぐらいまであるのかな。でその30ゲームが選ばれやすいモードがあったりとか、激闘にね、見てすごく仲良さそうです。激闘に行きやすいモードがあったりとか、そういうのがいろいろ分かれてる。さっきあの僕喋った時に急に笑ってたでしょ。この合ってる膝をこうやってスリスリしてきたんですよ。これ
好き、人としては好きよ。一言余計なんだよな、素直に好きって言ってけんのにさ、なんかまどろこしいですよね。正面向いてやろう。いや、ちょ、もう打つのやめようか。いや、分かった、膝突き合わせとくから頑張って。もういいけど、うん、膝をなんか突き合わせること自体でいちいちそんなね、言わなくていいのよ。ただ言ったの自分だろ、先に。なんか付き合ってるだけなのに、それをなんかわざわざ俺は大層なことをやったねみたいな口ぶりで言うのやめとくらしい。違う違う違う、マリモさんとかとやってもこうやって当たることあるけどさ、こうやってスリスリしてくるのよ、いないぞ他に。一緒に遊びたいもん。バカだ、遊ぶから、遊ぶからも頑張ろうぜ今日。いいよ、炸裂炸裂。このさ、無双の方じゃなくて転生の方を言いたことある？あのゲーム数噂の。ないないないです。あれ来たいね今日ね。あれもあるんだ、うん、見たことないです。あのユリアと検証のカットインのやつ。ユリア出たい。おーし、なんか引いた。ニトキ、ニトキ行け。いやー、それ行けるでしょ絶対。でも激闘行った。一時だったけど激闘行った。もう一回ぐらい引きたいんだけどな。激闘行ってるから終わるなよ。よし検証。なんか絵のタッチ変わってますね。あ、昔に比べたらちょっと変わってる。ちょっと泉潤さんに似てらっしゃる。言われてみればね、似てらっしゃる、はい、いろいろ出てくるな、ほんのさっきから。私パチスロライター、パチンコライターの方すごい好きで、芸能人も好きだけど。あ、スイカか。あの、でも強攻撃されちゃったよ。しかも星がなかった。北斗七星ね、はい、あ、スイカだの。スイカ、それはスイカ。そうか、緑だからか。あ、雲流れてる。流れている。なんだかんだで私も下皿もりもりある。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。嬉しい。もっと見て。え、嬉しい。名前ちょっとあれですけど、ね、あ、私オカマです。すいません、あのよかったらあのすごいひいきにしてください。すごいひいきに、はいはい、今度新宿に一緒に住みません。私何適当なこと言うのやめる。ごめんなさい、すごい適当だった。ありがとうございます。いつでも声かけてください。ありがとうございます。すいません、いただきます。静岡の方って基本的にどんな年齢の方でもある程度の顔のレベルがある。ブスがいない今のところ。うわー、これちょっとやべえな。北斗七星なし。わあ、失敗しちゃった。中攻撃食らった。雲は止まってます。で、ここで終了画面出なければ、あー出ちゃったか。一応こう設定した。おお、復活。うわー、凛ちゃん、よしよしよし、養女養女、いいぞ。いやー、ダメだな。シンサーザー、シンサーザーばっか。またスロットで今までかつて完走させたことって1回しかなくって。何で完走ですか。マサムネ3です。他はないんだろ。ないです、1回も。すごい完走したい。2人で完走したいです。2人で完走したらさすがにそれは出玉的にはめちゃめちゃ派手になるね。はい、出玉的に何か。すっごい手飛んでんだもん。ウケる。よく考えてください。こんなことやったらありえないの。いや、ありえないよ、そら。ウケるんだけど。あ、それ、え、あ、いつもなる、これ。あ、これね、中攻撃でなったら普通だけど、強攻撃とか弱攻撃だと激アツ。今のは中攻撃。今の中攻撃。あ、いけるじゃない。うん、多分大丈夫。あら、いけないの。雲は雲。デッドアライブで負けちゃったか。あ、あ、まあ、あそれデフォルトな。何やだ。三連三百のまま。いやー、誰か。ダメか。三連。288枚。あ、北斗七星出てる。すごい。よしよし、4連目いった。おー、新30。よっしゃ、いや、1ゲームずれた。2ゲーム連続で引きたい。よし、さあ今通常ステージなんで、炸裂目からの炸裂目は 55% で激闘。いやー、いかん。あ、まあだいぶポイントは溜まっていますけどね。いいよいいよ。よし、きっといった。まあまだ安心はできんけど。
どうだ、いけ、落とし杖なし、わーレインボー、すごい、初めて見た、初めて見た俺も、それどうなるの、すっごい怪我してるけどすっごい怪我してますよね、そこ初めて見た、いやだから激闘行ってたから怪我してんの、あなんだごめんなさい、すいません、チャンス目かな、あチャンス目だ、待って静かにして、これチャンス目、ええ、そうだよそうだよめちゃめちゃどうやるやん嬉しい、合ってて嬉しいです、合ってる合ってる、だこれ元々内部的に継続なら V ストックこれでレインボーだから、あまたなんか言った、でも内部的に負けてるならさっきのチャンス目で勝利書き換え、うわー二度来た、引きすぎ、これマジ V ストックしててほしいな、 V ストックがあれば伸びるのよ、青7はサウザーか、あー終わったか、いやここはいけるだろう、まだよし、ホップステアリ、あ、止まってる、マジかよ、嘘でしょ、レインボー出たのに、うわーマジか、あ、俺どうやったしょっぱいのが出たソチン、あなたにぴったりの最低限っていうトロフィー、どうトロフィーね、そう、マジキントロフィーよー、ネバギバってことはさっきの4連目で本当は負けてたんだ、いやだったらこう伸ばしたかったな、なんか私聞いてみたんですよ、出張マッサージ行くじゃないですか、ああそれ似てきよ多分、本当だった、出張マッサージ行くときに変なお客様とかっていらっしゃったりするんですかみたいな、うんうん、でまあなかなか言えないこともあるけど、まあ、たまにいますよって言ってくれる人もいるので、うんうん、そのマッサージさんがね、そう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 、変わった、まあ、変とは言わないけどちょっとユニークな人いらっしゃいますとか言って、でどんな人ですかって言ったんだけど、そしたらなんか台本を渡されて、台本事前に、おう、その通りに動いてくださいみたいな、お設定として先輩後輩みたいな設定で、おなんか部活の部なんか部活のジャージを自分は着ているから、おうおう、あもう持参してんの、そう、着て家で待ってるから、入ってくる時にお疲れって入ってきてくださいみたいなで、なんか水筒を持ってるんで水筒の中になんか注いでくださいみたいななんか部活って飲み物飲むじゃないですか、夜間とかでお茶飲むみたいな、うんうんうん、分かる、それをなんか用意しろっつったのに、お前なんで用意してないんだっていう風に怒ってくださいと、おうおうおう、それでお前そんな用意できないんだったら今すぐにここで裸になれみたいな、おうおう、それで裸になってこの水筒にお前の汁を注げよって命令してくださいっていう台本を渡されたんだすっげー個性強えなそれ、そうそう、でもその台本を渡された時にもう無理だって思って断ったらしいんですけど、そうそう、あもう無理って断ったの、だってもともとマッサージのお店だから、うん、それがメインじゃない、そういうことじゃないもんね、劇団所属してるわけでもないのに、うん、演技って言われてもな無理ですよ、あとなんかいきなりプレイ中に、プレイ中っていうかそのマッサージ中だったり慣れ中に、うん、赤ちゃん言葉になってすごい甘えてくる人もいるやん、そこが気持ちいいでちゅーとかってこと、もう一回言って、そこが気持ちいいでちゅーとかってこと、もうちょっとなんかソフトだけどちょっと気持ち悪かった全然気持ち悪かったやもう一回やってみて、本気でやってみて、本気でやってみて、本気でやってみて、何その赤ちゃんプレイ、自分がするってどんな赤ちゃんプレイ、ちょこちょこ気持ちいいでちゅー、あぶあぶあぶ、じゃあ私参ります、なんで乳首って毛が生えるの、私がスロットを牽引している理由の一つとして、なんかよく言葉で前兆、本前兆、ガセ前兆みたいなのあるじゃないですか、言うね、またそれがよく分からなくて、うん、自分でなんかそれ答え合わせが結局できないじゃないですか、まあ、でもガセ前兆はもう外れたらガセ前兆じゃん、結果で、あ、そうだったのかなじゃないですか、しかもその前兆するガセなのか分かんないけど、うん、その間に例えば何か子役みたいなのを引いたら、うんうん、それがなんかさまたあれする場合があるじゃないですか、うん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 、それが私も頭が分かんなくて書き換えみたいなね、
ね。そうです。ああ、そうか、パチンコはどっちにしろ1回の完結だから。だから私パチンコで姫相撲が出た時にも頭おかしくなそうだった。姫相撲って何？一口で言えない。なんかね、32ゲーム間のねチャンスゾーンみたいなのがあって、パチンコで？あ、そうなんですよ。そういう風に見せてるみたいなんですけど、すごい荒い台で大地さんから出てる、知らない？いや、知らない。なんか時速5万発って言われてる。全然知らん。それ知りませんか？すっごい特殊なユニークなスペックで、私は2021年ナンバーワン台がバカボンなんですよ。バカボンいいよね。バカボンいい、バカボン面白い。あのさ、タナチューが前ツイッターに上げてたさ、暗転先読み、あれ見たことないんやけど。めったに出ないですよ、ね、俺いつもシンプルモードで売ってんのね。へえ。だから出ないのかな。普通のモードでもあんま出ない。逆に私結構シンプルモードじゃなくてデフォで売ってるんですけど、あんまり出ない。てかあんまりってか、間違い1回か出たことない。そんな出ないんや。結構出ない演出多いですよね。だって基本的にあのバカボンってもう流れが大体こうっていうのがあるじゃないですか、うんうん、お竜赤以上に変わって対戦系に行って鬼ヶ島行くかどうかみたいな。そうそうそう、鬼ヶ島行かんかったらもう相当中身熱くないと当たらんし、ね、そう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 。でもそれにしてもね、右がやっぱり面白いんですよね、うん、あのパチンコしてる感がすごく強い、自力感が 65% 通して勝つっていうのが私はすごく好きで、ユニコーンの方がなんかスペック的にでも勝てそうだしっていうのあるけど、なんかダメ私は。あとやっぱ当たりは1500取れるっていいね。あ、いいですよね、うん、振り分け負けしないっていうところが、うん、75% で一応 ST に立てるから。あ、そうそうそう、間口は広いです ね入り口は広いけど中がキツキツなんだけどね、うん、まあきつい。7かな、中キツキツなんです。入れてからがきついもんな、あれ。結構こっちも努力してんだけどね。バカボンの話よね、同じ演出や。うわーってなんでやんの。一緒に止めたかった。ごめんな。待って、ストップストップストップ。顔見合わせません。これサムネにしよっか。これがサムネになるか。なんか一瞬第1話の諸角ゲンズブールと田中結婚しますみたいな、うんうんうん、あれ一瞬でサムネが変わりましたけど、またね、しっかりサムネ保存したんですね。ほら、いいのがあるよ、 V があるよ、 V が。メン、マン、トー、止まれ。おいおいおい、そんな間すねんできるしろって。やっぱり、ね、波ってありますよ。あるね、ほんとあるね。また最近琵琶湖さんの動画よく見るんですよ、ね、うんうん、琵琶湖さんって波ってものすごい言うじゃないですか。言うね、あの人はパチンコはもう完全にね波のいいか悪いかで選ぶもんね。でなんか私この前あのプライベートのワイズデッカーがあって、うん、お話してたんですけど、で私なんかあの私も結構ニッチな台、マニアックな台が好きだから、うん、テラフォーマーズをね、パチンコの、うん、打ってたんですよ。でその話はなんかビアコさんとした時にビアコさんものすごい好きなんですって。テラフォーマーズ、そうです、うん、でこういうこうこういう展開で当たったんですよね、でも ST 入ったんだけどスルーしたんですよねって言ったら、うん、ビアコさんがでもST 入ったやろ、それを楽しめることを喜ぶべきやとか言って、おうおうおう、それで当たり方どうやった、おしゃれやったとか言って、おしゃれ、そのワードって結構すごいなと思って、当たり方がおしゃれってさ、いいね、パチンコ愛がすごいね、すごいですよね、うん、わやっぱりすごいなって思った。言いたかった私も、満点あげあげパルテットって時代が時代なら絶対ゲストに呼ばれたやろうね。嬉しい、絶対呼ばれないですよ、いや呼ばれるよ、琵琶湖さん絶対楽しんだことです。え、本当ですか、うん、私明後日琵琶湖さんといかんの踊り食いを食べに行くんですお、どっちだ、素敵、あ、たまった、あれ、すごい、これ広角線チャンスに引いた後に行ったっけ、だとしたらちょっと熱いけど、私持ちメダルがなくなるんですけど、またあれ、こう設定しただけ出して負けるパターン、勘弁してくださいよ、もう私なんかね、おいよいよいよ、きつい台じゃないと無理、パチンコもそうなんですけど、うん、私後継続の台マジで続かないんですよ、ね、あ、そういう意味できつい台ね、そう、まあ、口だけ頑張ってもどうしようもないっていう話はねオープニングでしたけど、そうだからちょっとでも俺たちもう片方は普通に打ってりゃ勝てる台打ってんだから、ポジティブというか、それはもう結果のちゃんといかんよね、はい、だから私今日は喋ってる中でも絶対にあの打つのは止めないように心がけているの、
あ、なるほどね。1ゲーム目を多く回そうと。そうそうそう、言わなかったけど、諸富さんが私よりも300、400、500、すごい多くゲーム数を回してた時に、あ、私諸富さんってすごいなと思ったの。初めて見た。赤は50ポイント以上獲得してる。で、この前が黄色だったから、これはさすがに当てないとまずい。ああ、喋りながらでもちゃんと回そうとね。そうそう、諸積さんがそれをやってらっしゃったのを見たときに、ああ、なんかすごい同じ量喋ってるのにすごいなと思って。私は単純に喋りながら手が止まっちゃうから、それはダメだなと思って、今日はそうやってるわけで、私追加投手です。ちょっと弱いか。時か、なくはない。しかもここでなんか引いた。ああ、チャンスは入ったぞ、ちゃんと。おお、2ゲーム連続で引いた。うわー、2時。さすがに大丈夫です。これは304ゲームギリギリ持ち込み。よーし、行くぞ田中、元気出せ。こっからだから、はい、元気出せ。いいよ、ねえ、青か。投手は1万7000のまま。あら、止まっとる。マジかよ。わお、うーわ、あっ、5、6って言ったら5だ、5だ、5だ、もう6ないから。すごい。6は多分これないから。すごい。ごめんなさい、なんかこんな近づいちゃって見えないんで。見えた？ねえってなんだよね、なんか言えよ。すごい。うわー、いや、だったら開かない行きたいね。私は抱かれたいです。いいなー、すごい希望が持てて。持てたね。でもすごい贅沢な悩み。私もだって4以上出てるんだからさ。あなたは羨ましがるのもあれですよね。私も可能性全然ある、まあ、この可能性まだあるね。もう逆に分かってるがゆえになんかやれなかったって思った。そうそうそう、分かる、めちゃめちゃ分かる。だったらブロンズのままでよかったって思うよね。剣王出てました。剣王、剣王5は2256分の1。2000なら引けそうな感じ。見てたら、見てたら2と聞いた。仕組みっぽいな。こう期待。直下当たりがなかなかない。当てよ。田中が元気ないから当てよ。田中の元気を取り戻す。愛を取り戻すために私の元気を取り戻してほしい。わー、つやつやつ、赤に光ってる。初めて見た。これはもらった。あ、ほら、しかもほらアニメバージョンだ、真のほら、ここここ。いや、見えなくなるから。え、頭でカメラ、こうこうなるだろ。いいわよ別に。よくねえよ。好き、うん、好きよ、うん、そういうとこ好きよ。そういうのやってくれるとこ好きよ。これ大丈夫だ。ほら、ユリアも絡んだ。いやー、よかった。よっ。いやー、全然いけない。大赤だ。いやー、おー、すごいね。5人来た、5人。追加投手です。2枚目。はい、2枚目です。まあ、まだいい、まだいい、まだいいです。2枚目のあるならまだどうにか。おー、熱い、熱いというか、まあ、もうさすがに大丈夫です。どっちにしよう。じゃあラオウにしよう。よし、持ちコイン。本番演出かっこいいよな。え、おー、もうやめろやめろ。100ゲームジャスト。赤7個、赤7。
たまにさ、このボーナスの時点でもさ、赤7しかない時あるの。へえ。こうやって分かれてないって。よっ、あー、よかった、やったな。結構さ、うん、小ぶりな耳してんだね。耳が小ぶり。やめろよ、もう耳が小ぶり。いいだろ、別に。ちっちゃいさ、ちっちゃい耳してんの。ちっちゃい耳。耳ちっちゃいんだな。すごい耳、ほら、子供みたいな耳してん。子供じゃん。耳が子供。なんで俺、耳が子供なんて初めて言われたよ。夢見ようよ、夢見ませんか。やらせてあげようか。あー、ニット、うわ、そこでニット聞いたやん。よし、そういうこと。いったいったいった、あー、いった、いや、いってる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 、あー、いったいったいった、うわ、すっげえ。いった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 、出します。